おはようございます。私の崎戸駅幕井です。本日の動画ですね、第100回箱根駅伝のチームエントリーが発表されたというところで、ちょっとねそれを見ながらね、各大学の総評であったりとか、ああこういうチームオーナーだっていうね、ちょっと動画として撮っていきたいというふうに思います。で、まあ、ただねこう区間予定オーダーを見て、チームエントリーを見て、まあ、お話ししていくだけでもつまらないので、個人的にですね各大学の持っている戦力を仮に100としたときに、まあ、全員フルメンバーで組めていたら100点だっていうところを一つ目安にして、まあ、各大学ね、何点くらいの区間チームエントリーができたかなっていうのをね、個人的に誠にこう僭越ながらお話ししていければというふうに思っております。なので、ぜひ、まあ、ね、いや、ちょっとこの大学100点、もっと100点近いんじゃないのとか、いやいや、もうちょっと低いんじゃないのではね、ぜひコメント欄に書いていただければなというふうに思っております。なので、まあ、今回はですね、全23チームあるんですけど、そのうちのシード校10校の中で、ちょっとお話をできればというふうに思っています。前回優勝の駒田大学から、10位の東洋大学さんまで、チームエントリーを見ながら、お話できればというふうに思っております。はい。というわけで、まあ、早速ね、16名の名簿を見ながら、この選手入るんじゃないかとか、こう容態になるんじゃないかとかも含めて、ね、お話ししていければというふうに思います。はい、というわけで前置き長くなったんですが、まずは駒田大学からさんですね。いやもう話題につけない駒田大学さんからです。はい、どん、まず、エントリー16名はこんな感じです。で、まあまずですね、名前がないのは唐沢選手、淡木選手あたりが、はい、なくて、ちょっとね、なんということだというようなところだと思ってます。で、まあ世間的に、おおむね問題なくエントリーできたかなっていうところあるんですけれども、やっぱりね、去年10区走っている、青脇選手とか、1区で好走している川選手の名前、27分の川選手の名前がないと、ちょっとね、寂しいかなっていうところが思います。で、1年生もね、小山選手のみっていうのは、まあ、見方としてはちょっと寂しそうかなっていう思う一方で、やっぱり層の厚さがね、すごいあるんじゃないかなというふうに思っております。で、特筆すべきみたいなところはなくても総合的に強いっていうのがあるんですけど、昨年の戦力からね、どういうところがプラスでこう出ているかみたいなところで言うと、まあ、前回走っていない佐藤、慶太選手、あとはまあ、昨年走ってない白鳥選手、まあ、あと木山選手がね、日テレで構想してメンバー入りしているところがあるので、まあ、名前出すときっときりないんですけど、そういうところがね、新戦力になってくるかなというふうに思ってます。で、まあ、歴代最高戦力と言ってももう過言じゃないかなっていうふうな、16人になっていると思います。で、特筆すべきところで言うと、小牧選手ですね。が、ちょっとね、直近レース出てないんですけれども、特殊区間に向けて準備をしているのかなっていうところで、ちょっと非常に楽しみかなっていうふうに思ってます。またはね、やっぱり直近のレースでしっかり結果を出しているであったりとか、まあ、ハーフマラソンのレースでね、好タイムを出しているって選手が順当に入っているかなというふうに思います。まあ、5区、6区もね、それぞれ山川選手、伊藤選手の、まあ、リザーブになるかわからないですけれども、木山選手だったりとか、金子選手が入っているので、特殊区間もね、盤石にオーダー組めるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、個人的にはね、100点、フルメンバー組めていたら100点っていうところから、まあ、脇選手、唐沢選手がいないっていうところで、駒田大学さんは個人的には、90点くらいかなというふうに思ってます。まあ、ちょっとね、逆に唐沢選手は脇選手が入っても誰を抜くんだみたいなところであると思うんですけど、まあ、ちょっとね、そういう形かなというふうに思ってます。はい。で、続いて、中央大学です。はい。いや、中央大学さんもね、なかなかいいメンバーが組めているんじゃないかなというふうに思っています。で、もう一方で、まあ、大沢選手、庄司選手、あとは、ゲオハーフでね、PB、64分台ですが、出したその選手をね、名前がなくて、ちょっとメンバー争いかなり熾烈になったんじゃないのかなっていうふうに思っています。で、まあちょっと個人的に注目しているようなところで言うと、直近の日体大で、ね、5000メートルを、よくある、大阪選手がよくやるパターンで2本走るみたいなのをやられていて、まあ14分30前後で2本揃えてるので、結構好調なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あとはですね、まあ、順当にって言ったらあれですけど、アギオハーフで、結果残した本間選手はじめ、まあ、アギオとその後の日体で結果を残した選手が入ってますね。伊藤選手だったりとか。はい、っていうところなので、まあまあ、順当かなというところと、まあ、5区はね、まあ、阿部選手で、6区が、このメンバーで言うと、僕は浦田選手かなというふうに、個人的に思ってます。はい、ぜひ皆さんのね、6区予想、中大学さんの6区予想、コメント欄に書いていただければというふうに思ってます。はい。で、まあ、経験者のね、4年生が少し手薄、まあ、全然手厚いんですけど、まあ、さっき、申し上げた大沢選手とか3年生の庄司選手がいないっていうところで、85点くらいかなというふうに思っております。はい。で、続いて、青山学院大学ですね。いやー、青学さんもね、
いやいいオーダー組めてるんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱりね、名前がない選手でいうと四季選手、まあ、これは前々から結構ね、で情報として出てたので、鶴川選手で鳥居選手がね結構サプライズでエントリーから名前がないっていうところでしたね。で、まあ、この3選手、まあ、以外にもこうタイムを持ってる選手がね、まあ、いらっしゃらないみたいなところで結構戦力ダウンかなっていうふうな感じは受けるんですけれども、やっぱりメンツだけ見てもね、各大会でこうインパクトを残している上位に、ね、結果出してる選手かなっていうふうに思っています。でプラス、5区、計算できる若林選手がいらっしゃるとか、まあ、6区もおそらく野村選手、まあ、もともと出走するだろうって言われた選手がいるので、まあ、結構大きくね、出遅れることはないんじゃないかな、計算の余裕がかかってるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、直筆すべきところで言うと、松波選手ですね。松波選手も直近ちょっと僕見てるところであんまりレースに出てないんですけど、ラジオでねちょっと区間賞を取る準備はしっかりできているみたいなところがあったので、まあ、平地区間なのかもしくはねこう特殊区間の準備をしてるかなっていうところです。あとは水渡選手、サーモンハーフで青学でトップのハーフマラソンで結果出した選手ですっていうのは結構新戦力として名前新しいかなっていうふうに思っています。まあなどなどね、ちょっと駅伝未出走ですがっていう感じの新戦力がかなり出てきているので、青学もね区間オーダー結構大幅にいろいろ組めるんじゃないかなというふうに思って、まあちょっと、まあ、繰り返しになるんですが、ちょっとね戦力ダウンみたいなところはあるんですが、まあその戦力でもねかなり高いレベルは出せるんじゃないかなというふうに思ってます。で、総合的なちょっと僕の評価に合ってしまうんですけど、まあ、100点フルメンバーで100点だったというところから言うと、まあ、好調だった鳥居選手、鶴川選手あたりがいないというところで75点くらいかなと、ちょっとあの厳しめの評価かなというふうに思ってます。はい、で続いてが國學院大学ですね。はい、國學院大学さんもちょっと主力抜けてるかなっていうのが個人的な評価です。でいない選手で言うと、まあ、鶴選手アギョハーフ62分でもうピビオ62分台持ってる選手がいましたらなかったりとか、まあ、アギョでね、しっかりタイム出して出雲と全日本メンバー入りしていた木村選手の名前がないんですよね。でアギョハーフで63分台した青木選手2名いるんですが、青木選手もう1名の選手の方がエントリーから外れているっていうところで、結構3枚いないかなっていうのが個人的な印象です。で代わりにですね、これ結構國學院大学の特徴だと思うんですけど、4年生と3年生が少なくて、1、2年生がめちゃくちゃ多い、3、4年生が7名、1、2年生が9名っていうのが結構普通上級生多めになる、箱根駅伝が逆の印象になっています。でもともとね力のある選手、力の2年生っていうところはまあ順当にエントリーされてるかなっていうところにプラスして、まあ1年生がねかなり多く加わった印象ですね。でまあなんか選考みたいなところで言うと、やっぱりアギョハーフがかなり評価高いのかなというふうに思っていて、土原選手、鎌田選手、瀬尾選手、もうこの瀬尾選手、高山選手あたりはね、アギョも構想しつつ駅伝でもしっかり走ってるので、まあ順当かなっていうところです。でちょっと足切りラインみたいなのをね、國學院大学の時見た時に、結構國學院大学さんがアギョハーフに多く出走しているので、63分39の選手くらいからちょっとね名前が入ってきていないので、そのあたりがね一つラインかなっていうふうに思うと、63分台でもメンバーに名前が残らないっていうところはかなりね、ハイレベルかなっていうふうに思ってます。はい、とはいえですね、やっぱりフルメンバーではないと思うんですね。先ほど申し上げた鶴選手、木村選手あたりがいらっしゃらないので、っていうところで言うと、ちょっとここも厳しめの評価になるんですが、75点80点くらいかなっていうふうに思っております。はい、で続いて順天堂大学ですね。はい、で石井選手を筆頭に順当にメンバー組めてるかなっていうところです。で油谷選手、そして堀越選手、服部選手の名前がないっていう感じですね。全日本5区と全日本6区走った服部選手、堀越選手がいないのはかなりね主力抜けてるんじゃないかなっていうふうに思っています。で今年の、まあ、三大駅伝のうち前半2つはちょっとやっぱり流れに乗り切れていないっていうところがあるので、ちょっとここで新ニューヒーローの登場っていうところと、三浦選手のね最後の箱根駅伝、あとスーパールーキー吉岡選手のところで、ちょっとねどういう風な戦いをしてくるのか、ちょっと区間ごとの組み方非常に楽しみかなっていう風に思っています。でまぁ、ちょっとね、まぁ、主力抜けてるっていうところで厳しめの評価になっちゃうんですが、75点くらいかなっていう風に思ってます。ぜひねそのなんか厳しいところを覆すような結果を出してほしいかなというふうに思ってます。はい、で続いて早稲田大学ですね。はい、早稲田大学さんはね、
早稲田大学はですね、非常にいいメンバー組めたかなっていうふうに思ってます。で、結果先に言っちゃうんですけど、個人的には100点かなっていうふうに思ってます。ぜひね、皆さんコメント欄でこの選手いないよっていうところがあれば書いていただければなというふうに思っていて、まあ、今ある選手がね、順当にこう、戦力組めてるかなっていうふうに思ってます。まあ、1年生とか、2年生、3年生、全部学年見ても主力の選手はね、ちゃんと入ってるっていう印象です。で、ちょっとね、区間配置とか読めない部分はあるんですけど、なんか佐藤選手、石塚選手、伊藤選手がかなり、主力の3本っていうようなところを、おっしゃられてる部分があって、そこを1、3から並べるみたいなコメントがあったんです。そこすると残り区間どうなるのか。で、去年5区走ってる伊藤選手がじゃあ山から外れるとなると5区誰が走るんだとか、逆にまあスピードある選手のマサ選手いくつかはないとか、まあいろいろ結構パターンはあるかなっていうふうに思うんですけれども、まあ6区は北村選手あたりが行くのかなとか、まあいろいろあるんですが、はい、っていうな感じで結構いいオーダー組めるんじゃないかなというふうに思ってます。私はそのちょっと区間オーダー考えてるんですね、動画別でぜひ撮りたいかなというふうに思ってます。はい。で、繰り返しになるんですけど、100点オーダー組めてるかなと思うので、個人的には早稲田大学も100点のオーダー組めてるかなというふうに思ってます。はい。で、続いてですね、法政大学ですね。法政大学さんも結構早稲田大学さんの近くて、100点オーダー近いかなというふうに思ってます。出雲駅伝出走した、5区に出走した長嶋選手、区間9番の選手がいないんですけれども、やっぱ持ちタイムだけ見ると63分台、62分台がガンガンいらっしゃるので、やっぱり強いですよね。で、大きなあの主力の欠場みたいなところないので、で、箱根経験者もかなりいらっしゃるっていうところで、いやー、法政大学さん、シード硬そうだなっていうのが、個人的な印象、今年もシード硬そうだなっていうのが個人的な印象です。で、個人的ななんか注目みたいなところで言うと、宮岡選手ですね。出雲本戦出たんですけど、予選じゃないや。出雲のもう一つの、出雲駅伝でかなりね、いい線走りをしていたので、で、インタビューでもね、こう2区、2区っていうのは箱根の2区だと思うんですけど、2区走るとしたら、まあ、スタミナとスピードも必要なのでみたいな話をしていたので、まあ、1区、松永選手が行って2区宮岡選手が行ってみたいなところは全然あるかなっていうふうに思っています。で、5区6区もね、まあ、ある程度、去年10番だった細坂選手、6区は武田選手が行くかなっていうので計算できる選手もしっかりメンバー入ってるので、いやー、やっぱ硬そうですよね。はい、っていうのが個人的な印象です。で、まあここはね、ちょっと主力、先ほど申し上げた長嶋選手がいらっしゃらないっていうところで、まあフルメンバー100点とした場合は、まあ90点くらいかなっていうような感じです。はい。で、続いて創価大学ですね。はい。創価大学さんは、まあ一番ね、エントリーメンバーをパッと見た時に一番気になるのはやっぱりね、あの神田選手の名前がないっていうところだと思うんですよね。通常であれば、まあ、セオリーであれば、まあ、神野選手の名前も入れておいて、ムチーニ選手何かあった時に神野選手を回すっていうのがセオリーだと思うんですけれども、まあ、そうじゃないっていうところが、やっぱり何か、神野選手に何かあったんじゃないかなっていうところですね。まあ、ただですね、神野選手がいなくてもかなり層は厚いなっていうような印象です。まあ、今年ね、今シーズン調子がかなりいい選手が残っていて、ナンバー、ルーの動画だったと思うんですけど、もともとここまでこう調子が上がってくるとかっていう想定は実はしていなかったみたいなところが、野木田監督がおっしゃっていて、まあ、吉田茂樹選手の加入っていうのももともと計算されてない戦力だったと思うんですけど、で、こう1年生、2年生がやっぱりね、多いんですよね。で、まあ、1年生の突き上げみたいなところはあると思いますし、で、もともと4年生になってくると、結果を出す選手が多かったけれども、今年は下級生がかなり元気がいいっていうことを、榎木監督が前回その動画でおっしゃっていたので、かなりね、下級生も今回出走するんじゃないかなというふうに思います。まあ、小池選手の5000メートルのタイムだったりとか、大林選手もね、全日本で行くとかいい走りをしていたので、まあ、戦力充実していますよねっていうところですね。はい。こうして、ごく吉田茂樹選手が行くのかとかすごい楽しみです。ちょっとね、創価大学さんもね、区間予想の動画ちょっと別で撮りたいかなっていうふうに個人的には思っています。はい。で、ただですね、やっぱり神谷選手がいないっていうところで言うと、まあチーム内にもね、ちょっと不安のところあるかなっていうところで、ちょっと個人的には80点くらいの評価かなっていうふうに思っております。はい。で、続いてですね、城西大学さんですね。はい。城西大学さんも、ちょっと評価は低いかなというふうに思っています。
っていうのが、前回の箱根駅伝の、4区走った鈴木選手、6区を走った大沼選手がいらっしゃらないんですよね。まあ、なんかこう、代わりになる選手の目処が立っているとかであればいいんですけれども、まあ、ちょっと6区候補は今のところあんまりちょっと分かっていないみたいなところで、6区が誰になるのかすごく注目です。で、まあ、その分って言ったらあれですけど、やっぱり強い選手はかなり揃ってきて、順当にエントリーできているので、まあ、大崩れは、全然しないかなっていうふうに思っています。で、まあ、斉藤選手と桜井選手はもう結構主力かなっていうふうに思っていて、まあ、それ以外のね、1、2年生がかなり、メンバーとして多いので、まあ、木田選手も2年生なんですけど、多いんですので、まあ、この選手からね、どれだけこう、メンバーに入ってくるかなっていうところですね。で、まあ、山本唯翔選手がおそらく山登ると思うんですけど、まあ、そういったね、強い選手がいるうちに、ちょっとね、ぜひ、上位3強とか目指してると思うんですよね。はい、見たいかなっていうようなところです。はい。エントリーとしては、先ほど申し上げた鈴木選手、大野選手がいらっしゃらないっていうところで、ちょっと、90点の評価かなっていうふうに思ってます。はい。で、続いて、東洋大学ですね。はい。東洋大学さんも結構エントリー主力抜けてしまってるかなっていうところですね。で、まず石田選手がエントリーから名前がありません。で、出雲駅伝を走った菅野選手もエントリーがないっていうところで、代わりにこう、結構ね、フレッシュな顔ぶれが揃ってきたかなっていう風に印象です。で、4年生もね、やっぱりだいぶ、足並み前半戦に比べると揃ってきたかなっていう感じです。やっぱりこう、佐藤選手とか松山選手、まあ、松山選手いつも走ってるんですけど、串間選手とか、名前なかった状態だったのが、前半戦のシーズンでなかなか噛み合わないっていうのも、酒井さんとかも、動画でおっしゃってたんですけど、そこからね、だいぶこう残ってきている、戻ってきているっていうようなところがありそうです。で、小江戸川ハーフですよね。小江戸川ハーフでいいんですよね。小江戸川越ハーフ。失礼しました。で、だいぶね、多くの選手がハーフマラソン出走していて、まあ、吉田選手のね、結果は、ね、順当にエントリーされてるかなっていうふうに思ってます。で、まあ、ちょっとね、今ここまで、なかなか揃っていないみたいな話はあったんですけど、1年生のね、薄手選手が結構いいみたいな話を、酒井監督が動画の中でおっしゃっていたので、まあ、かなりね、1年生も3名エントリーされてるので、今回も出走してくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ということをお伝えしつつも、やっぱり駅伝メンバーにないかなっていうところと、まあ、もうメンバー残ってきてるんで、やっぱり怪我明けみたいな選手がね、状態としてはありそうなっていうところで、ちょっと少し低めの70点っていうような評価をちょっとさせていただきました。はい。というわけで、ちょっと長くなってしまったんですけれども、今回の箱根駅伝ね、シード権を持っている大学の区間エントリーを、チームエントリーを見ていこうという動画でした。はい。ぜひね、皆さんのコメント欄で気になった選手とか気になったチームのところをコメント欄に書いていただければというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。箱根駅伝盛り上がっていきましょう。では。